どうもこれです。今回ですね、チキンバーガー食べていきたいと思うんですけど、俺去年ね、マックのチキンバーガー食べたんよ。マックのチキンバーガーだけ。でもチキンバーガーってなんかいろんな店が出してるじゃないですか。モス、ケンタッキー、コメダとか、あとロッテリアとかかな。だから去年マック食べたし、同じのを食べてもしょうがねえなって思ったから、今回ちょっとね、いろんな店のチキンバーガーを食べていきたいなと思ったんで、食べ比べじゃねえけど、いろんな種類のチキンバーガー食べていきたいと思います。あ、これすごいわ。わあ、これすれちいかになるで、これ。すんご。コメダすんご、これ。あ、待って、これ乗り切らんな。よいしょ。それじゃあ、いただきます。こうやって見たら結構なんかちゃうな。これ、マックとさ、モスの月に似てるな。月が書いてあって、この文字。一緒。最初どれから食べよう。チキンバーガーが食べよう、普通の。確かさ、特製のソースとベーコンが入ったよね、確か。なんかパンも違うらしい、普通のやつとは。今いただきます。うん、うまい。あ、これさ、ベーコンって薄っぺらいやん。だからめちゃくちゃなんか存在感ねえんだろうなと思ったら、逆だったらめっちゃ存在感ある。めっちゃベーコンな匂いがする。燻製。あれの匂いがするで。でもお腹空きすぎてさ、無言でもくもく食べちゃう。あ、でもそれでいいんか。それでいいんかな。いや、わからんけど。あっという間やで。ね、ここで一旦甘いの挟もうかな。ケンタッキーのエッグタルト。これめっちゃ美味しそう。これめっちゃ美味しそうでね。あー、カスタードの匂いがする。これめっちゃ気になっとったやん。これどんな、去年も確かあったよな、確か。で、今年もめかけてさ、これ美味しいんかなーと思いながら、いただきます。普通に美味しいプリンタルト。普通の、あ、うまいな、これ。なんかすんげえ濃厚な甘さ、ねっちょりする。タルトってさ、なんかこういうねっちょりした美味しさがあっていいよな。モスのフォカッチャ食べよう。フォカッチャってなんなの俺分からんのよな。卵と野菜とウインナーとミートソースなんで挟んでるような感じなんかな、イメージ。なんかな、なんだっけ。あ、うまいこれ。しかもちょっとピリ辛じゃん。俺これ好きやわ。これめっちゃ好きだわ。いいな、これ。ほんまにめっちゃ汚い食べかけ見せるよ。見て、黄身なんだけど。すげえ。マックのはさ、カチカチやん。これ半生なんだよ。いや、そうだ、去年なんか見たわ。去年気になったけど、マック食べたから絵描いて食べんかったんじゃん。半熟も気になっとったんよ。んで、このパンがめっちゃうまいんだけど。もっちゃもっちゃしてる。そう、もっちもっちじゃねえよ。もっちゃもっちゃしてるよ、これ。わかるよ、これ。この違い。パンとかだったら、なんか、ファサ、モスって感じやが。もっちゃもっちゃしてるよ。これがええ。それ俺、何気マック以外初だな。人生初月見、マック以外。たいやり。これウインナーめっちゃ美味しいんだけど。めっちゃ音よくない？バリバリ言うやん。食感めちゃくちゃいいし、味はわからんけど、めっちゃ美味しい。ほんなら次、ツイスターにしよう。確かこれツイスターよな。ケンタッキーの。ケンタッキーってさ、バーガー出しとんだな。チキンだけじゃなかったんじゃ。まあすげえ。これツイスターって何これ？先っちょにこう卵が装填されとって、くる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 ってこれなんか、これで布で巻いてる。言ったらあれ。クレープみたいな月見クレープ。パルメザンチーズをベースにチェダーチーズ、ベーコンを加えてうまみのあるソース、半熟卵と合わせたツイスター。へえ、チーズ美味しそう。色もチーズやし、月の色やし、月見やし、チーズやし、ちょうどいいやん。ぴったりやん。はい、いただきます。ちょ、これ見て。チキンが入ってる。こんな、ちょっと硬いのチキンだったんだよ。めっちゃ美味しい。なんかな、食べやすいチキンクリスプ食べてるみたいでめっちゃ美味しい、これ。あ、ちょっとピリ辛だわ、これも。ええな、ピリ辛ええな。ピリ辛ええな。また一旦ちょっと甘いもん挟もう。月見パイ。月を見る心が上を向く。これ、去年もこの名前、このあれじゃなかった？このキャッチフレーズじゃなかった？俺読んだ気するで、これ。使い回しか？うん。うまっ。うまいんだけどさ、これ買ってから5時間経ったよ。これ全部なんだけど。しなしなじゃん、これ。パリパリ感一切ない。しなしなじゃん。でもね、こっちのお餅感があって食べやすいし、美味しいかもしれん。あ、温めるときもさ、トースターとかじゃなくてさ、レンジでチンした方がいいかもしれん。もしかしたら。トースターやったらカリカリになるやん。けど、チンしたらまだ、フェーンってなると思うから、チンの方がいいんちゃうかな。知らんけど、まあ、皆さんお任せしますけども。まあ、うまっ。次、マック行こうかな。これ今年はなんか七味がついてるらしい。去年は何もなかったはずだけど。わあ、チーズがすごいや。ドビャーンって、ドビャーンってなってるチーズ。七味はどこおるん？この赤いのが七味なんかな？わからんけど。いただきます。あ、チーズ。めっちゃチーズだし、わかったわ。これ下に入っとったわ。ほら、七味。あ、七味。めっちゃ七味。これ美味しい。なんか七味めっちゃあるわ。これ美味しいわ。俺これ好きだわ、結構。俺さ、こんぐらいの長さでさ、髪色明るくしたことないよ。短い時だったら青色とかシルバーとかしたことあるんだけど、この髪の長さないから初めてだから、ちょっと、しばらくはちょっと明るいかもしれないし、暗くするかもしれないし、まあ伸ばすのは伸ばすけど、みんなどっちがお好き？みんなどっちが似合っとると思うんかな？暗い髪色と明るい髪色と。個人的にはまあ明るいのも悪くはねえんかなとか思ってるし、個人的に。知らんけどな。主観的に見たらな。客観的に見たらどうかわからんけど、まあその意見をください。客観的な意見をください。ちょっとこれ、コメダは最後に置いとくとして、先にこっち、ケンタッキーの先食べようかな。チーズフィレ。おー、これ分厚いんよな。すごい。ほら。あ、近かった。ほら、分厚いんよ。さっきのマックとかより。パンも柔らかそうだし。これ多分肉がでっかいんだろうな。ほら。ちゃんとしたお肉が入ってる。じゃあ、いただきます。これ、鶏が美味しいよ、チキンカツが。カツやね、チキンか。で、卵もすげえトロトロなんだが、これめっちゃ美味しいわ。けど、この卵なんか合成のやつなんだったっけ？人工物っていうかさ、タカピーチャンネルさんで見たんだけど、これと米だったかな？これなんか人工の黄身を使ってるらしい。確かに言われてみれば不自然な気がする、これ。これだってこのさ、ティヨーンってこうなってるもん。黄身の皮さ、こうなってるもん。なんか不自然な、食べるもん、こっから。ほら、ボンドみたいな。なんか変。でもこうなるのかな、卵でも。わかんねえ。これマヨネーズか。マヨネーズいいな、一気にさっぱりする。ケンタッキー強いな、これ、この月見。お肉もナゲットとかじゃないからさ、食べ応えがあるし。はい。結構長めになってきた。あれ俺ってこんなに食べれんかったっけ？よいしょ。これちょっと思ったんだけど、これ食べきれん気がするんよ、これ。1個丸々。ちょっと半分に切らさせてください。すいません。そう、ひいひい言いながら食べてもさ、まあ、いまいちやん？見てる方も。だったらもう、ね、いいじゃん。切っちゃえば。あ、これ断面どうなったんこれ。おーい。卵。わー、すげー美味しそう。なんかあれ、地層みたい。小学校の社会とかに習う地層あるやん。あれみたい、断層とか。じゃあ、いただきます。うん。これ優しい味や。なんじゃ、タルタルかなんかにピクルスが入っとんかな。この匂いがすごい。めっちゃハンバーガー逃げるんだけど。なんか市販じゃなくて家で作った月見バーガーみたいな、ハンバーガーみたいな、そんな感じがする。うん。で、パンもな、給食のコッペパンみたいで、これはこれでいいわ。これはこれで好き。じゃあ、いただきます。ごちそうさまでした。はい、ってことで全部食べたんですけど、個人的にな、ケンタッキーの月見フィレ、あれがいっちゃん好きだったわ。肉が美味しいんよ、すごい。チキン、鶏胸肉って感じがして。あれ、しかも、ちょっとごついからさ、食べ応えがあったんよ。で、その次に、フォカッチャ。月見フォカッチャが来て、マックかな。マックがなんかな、もうなんか似たり寄ったりな気がしてきたよな。1年もっぱんしてきて、だいたいシーズンごとの期間限定のメニューとか食べるやん、マックとかも。マックってなんか似たり寄ったりやなーって、ほんま他にも言えることなんかもしれんけどさ、コメダは最後でめちゃくちゃお腹いっぱいの時食べたからかもしれんけど、なんか普通って感じがした。ほんまになんか普通なんだよな。トゲがないというか、なんかこのパラメータ 5× で見たら全部この標準みたいな。どっかがボコーなって、ベッコーってなってるわけでもないんよ。ペーン、優しいって感じ。そう。優しいどばりの恋人になれないやつ、こいつ。みんなどこの月見バーガーとかその月見メニューが好きだったっていうのがあったら、もしよかったらコメントで教えていただけたらなと思います。僕は多分、ケンタッキー。うん、俺は多分ケンタッキーがいっちゃん好き。みんなはどこだろうかな。それじゃあこんな感じで動画を終えたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。